松本さんは心ジョージと出身校が同じ。はい、どうもこんにちは、モルダーです。さあ、今日はビーズですね。ビーズ、いやー素晴らしい、よかったよ、めちゃくちゃよかった。今日は2018年の9月の12なんですが、9月の、9日日曜日の、トヨタスタジアムで行われましたビーズのライブジムプレジャー2018火の鳥行ってまいりましたので、今回はそちらのライブレポという形でね、ちょっとお話を、させていただこうかなと思います。まあね、私のね勝手な意見というか体験談というかね、そのまま率直な感想なんで、まあ皆さんとは全然違うかもしれませんが、よかったらお付き合いください。というわけでね、いやー本当にね久しぶりに行ったけどね、よかったわ。やっぱいいね、ライブはね。 CD 聴いてるのとはやっぱ違うわ。なんかね久しぶりに思い出した、ビーズがおこんなんだったんだっていうね、ビーズの凄さをねもう一度再確認したというかね。で、ライブ自体はまあいつも通り6時開演ということで、もうね昼間からずっとね来てね、まあグッズの販売も周りでやってるしね、それからあとはガチャガチャとかね、まあ毎回そうだと思うんですけど、割と早めに来てそのスタジアムのね、雰囲気を味わおうっていうことで、私が行ったのがねもう開演間近、もう30分前とかだったんで、いやもうね焦ってねグッズを走って買いに行って、もうねやったらね、じゃ初めてその今回そのトヨタスタジアムに行ってきたんですが、まあ、名古屋ドームとかね、昔のレインボーホール、今はなんていうのかな、外資ホールっていうのかな、名古屋の方の公演はもう何回もね行ってるんでよく分かってたんですが、いや思ったよりね遠かったね、トヨタスタジアム。しかもね駅からめっちゃ遠いんだよ。駅を降りてさ、まあ送迎バスみたいなのも走っててそれを利用する人もいるんだけどさ、まあもうみんなぞろぞろ歩いていくから、まあついていこうと思って、そしたらさ、まあ天気もあんま良くなかったせいもあってね、やたらなんか遠く感じたね。歩いてどうだろうな、ゆっくり歩いても20分以上かかるかな。で途中橋があり、ちょっと坂道に、ね、なってたりしてね。ただね、まあすごい環境はいいですよ。もう目の前が河川敷になっていて、そこでなんかバーベキューをしている人たちがいたりとか、まあ芝生でね寝転がって遊んでる人もいれば、なんか都会でライブをする時よりもまあのんびりした感じで、もうちょっとね早く行ければよかったんですが、でねもうスタジアムがもうやったらでかいんですよ。でかい、まあ、横浜スタジアムほどではないにしろ、横浜スタジアムの時もね入ってからが遠かったけどね、今回もねなんかね、まあまあ急いでたからっていうのもあったかもしれないけど、もうなんかねそのグッズ販売とか、そのガチャガチャが置いてある場所とかね、ツアートラックが置いてある場所とかね、なんかこう点々バラバラに置いてあるから、もう行くまでにねなんかすごい遠いんですよ。5分とか10分とかかかってね、で着いたのがもう30分前だったんで、もう焦って写真撮ってこっちで、トラックで撮影してグッズを買ってみたいなね、大忙しでしたけどね。いやでもまあそれも楽しいですよ、ライブが始まるワクワク感とかね、すごい人だからさ、しかもそこにいる人たちは全員そのビーズが好きだっていう人たちじゃないですか、当たり前だけどね。なんかそれがねすごくよく、なんていうのかな、例えば夏フェスとかで、まあビーズが出演したりする時もあった、そういうのもまあ見に行ったことあるんですが、まあ、その場合は他のアーティストを見に来てる人たちもいっぱいいて、ファン層が様々ですよね。ただもうそこに、今回はもうそこにいる人たちは全部もう、まあ、自分もそうですけど昔からね好きな人っていうのがやっぱり多いみたいですよね。年齢層としては若干高めなのかな、ロックバンドとしてはちょっと高めかな、30代40代、ちょこちょこやっぱり20代若い子たちもいて、まあ親の影響とかね、あとは家族で来てる、親子で来てるとか、私の席の前にいた、斜め前にいたなんかねおばあちゃん2人がね座ってねじっくり聞いていたのがね、なんかすごい微笑ましかったですね。でまあ一応写真を撮ってきたんで、こんな感じでツアートラックと一緒にこんな感じで、でグッズもねもっとねなんかいっぱい欲しいものがあったんですが、もう急いでてさ、もう始まる10分前とかだったんで、しかもね遠いんだよね、急いで走ってかかって、走って入り口まで入ってみたいな。もちろんツアーパンフレット、これはね買いましたね。それから今着ているこの T シャツと、あとはまあツアーのねメインになっているロゴが入っている T シャツ、この3つだけとりあえず急いで買ってきたんですが、あとね欲しかったのがね、
まあ、あの全額募金ができるっていうねピンバッジ、それから、まあ、T シャツもねすごいいっぱいあるんですよ。こちらの色違いもあればデザイン違いのものも、もうあと2種類か3種類があるのかな、うん、まあそれもなんかね女性でも着れるような可愛いデザインでしたね。であとはパンツ、うん、ハーフパンツみたいなやつとか、パーカー、ツアートラックっていうこういうねちっちゃいミニカー、それからそれが1500円、1500円ちょっと高いかな、まあ、そんなもんだよねツアーのグッズってね。あとスマホリングなんかもまあ使えるかなと思って、これも欲しいなと思っていたところですね。チャリティーピンバッジもねなんかねデザインがすごく良かったんで、500円でピンバッジが、全額ね平成23年の東日本大震災の募金、それから28年にあった熊本の地震の復興支援として全額募金されるということで、今言った全部グッズもね全部ホームページの方で買えるんで、よかったらまた皆さんねあの見ていただければ、一応あのリンク下に貼っておくんで、よかったらまた見てみてはいかがでしょうか。さて本題のね中のライブなんですけど、だいたい10分押しぐらいで6時過ぎちょっと 10分か15分ぐらいに始まったのかな。トヨタスタジアム、まあ上がね半分空いてる状態で、ステージのところだけはちょっとね屋根をねかぶせてあるようなそんな作りになってましたね。とチケット自体はね行ってみないとどこの席になるかわからないっていう、まあ、システムですよね最近はね。でまあちょっとはね期待していたんですが、やっぱりねもういつも同じ場所なんだよね。あの一番正面深いところ、ステージから正面の一番奥のスタンド、なんでいつもあれピアでさ買うと絶対あの辺の場所になるからさ、もうあの辺が多いんだろうね。でまあ3階席だったんで、まあ、全体像としてはね見やすかったです。端から端のスタンドから見るよりかはまあ見やすかったんじゃないかなと思いますが、もうちょっとね最近のねスタジアムってさ、最近のスタジアムっておかしいな言い方だけど、もうね今のサッカー場とかさ競技場っていうのは観客席でもさちゃんと見やすく設計されてんだよね昔と違ってね。まあだからまあどこの場所からでもそれぞれいい感じで見れるようにはなっているんですが、まだねアリーナでね見たことが1回あるかな。リーズのライブとしてはまだアリーナでね見たことないんじゃないかな。いつもまあスタンドか、まあ、夏フェスとかはねあの席がないんで、リーズの出番の前に思いっきり前に行ってねステージの真ん前で見たことは1回ありますけど、それだけかな。まあちょっと雨がね心配されていたところなんですが、全然ねショーが終わるまでは持ちましたね、なんとかギリギリね。しかも自分の席のところだけが屋根ついてないところなんで、まあ雨が降ったら終わりだなって思ってたんですが、なんとか持って、うん、それはまあ良かったんですが、そうまあねいっぱいね言いたいところなんだけど、まあネタバレになっちゃうんで、その辺はねお話ができないのがちょっと苦しい、言いたいっていうところなんですが、リリースのライブへ行くとね毎回ね何かに驚かされるんですが、もちろんね今回もいっぱいねありましたね、いろいろねいろいろね行った人はね分かると思いますが、あの曲があんな感じになっちゃったり、あの曲でまさかのあれがあったりとかね本当にもう言いたいんだけど言えないのがちょっと苦しいところなんですが、うん、でまあ中身なんですが、中身ってどう言ったらいいのかな。あ、そう先日の9月の1日だったかな、福岡ドームでちょっとなんか稲葉さんのね声の調子がおかしくなってしまって、途中でライブが止まってしまったっていうなんかニュースがね、あったと思うんですが、まあ、そういうこともあってね、あの周りのなんかこうお客さんたちもねそういう今回は大丈夫かなっていうね声がねちょこちょこ聞こえては来てたんですよね。あんまりそういう稲葉さんを今までに見たことがないから、そんなことあるのかなってちょっと半信半疑だった。まあ実際ライブが始まってみてね、もうそんな不安はねもう一切感じさせないようなね素晴らしい、むしろねいつもより声が出てたんじゃないかなっていうぐらい、もう最初から最後まで絶好調でしたね。いつもの化け物っぷりをもう思う存分発揮していたなっていう感じですね実際のところはね。だからあと何回ぐらい、あと3回か4回ぐらい、ひなとりの公演はあると思うんですが、まあ、そこでもね全然皆さんが心配しているようなことはないかと思います。まあ稲葉さんのすごいところってやっぱりさ、そういうとこじゃないかな、逆境に強いというかね、まあ、
敵がいなきゃっていう曲がありますけど、まあ、そういうタイプの人なんじゃないかな。何かあった方が燃えてくるっていうかね。まあね、本当にいい男だよね。